で、まず左下のスタートから、ローランド MDX40 っていうのを選んでください。で、この画面が出ます。これでね、この今手前に来てるんだけども、掘り始める位置を決めます。で、それでこの矢印を押すか、このジョイスティックで操るとこいつが動くはずなんですが、ちょっと今これを、まあ、これ見ながらこうやってみてください。で、まあ動かないんですよ。で、なんで動かないかっていうと、このビューボタンっていうのがついてるから。ビューボタンっていうのは手前に来て物を見るためのボタンね。だからビューを解除します。そうすると奥に行くんで、奥に行った後に、どっから掘るかっていうのをこれで微調整します。で、素材をねできるだけ節約するのに、まあ、端っこからギリギリを狙うですけど、まあまあいいです、最初だから。とりあえずデフォルトで行ってください。最初で、そうそう、ずっと押すと、これがねすごい 0. 何ミリ単位でそーっと動くから、ずっとボタンを押してると、まあ動いてんだけど急にうーんって動き出すんで、まあ、今みたいに動いてるかどうか分かんないんだけど、まあこれでちょびちょび動かして、素材の端っこにできるだけ右下かなに刃が来るように。そうだね、そんなもんかな。相当動いてるね、この音で。うん、こんなもんでいいじゃないですかね。で、まあだいたいこの素材の真上に刃が来るようにします。したら、XY縦と横の軸の原点を今の位置に設定するんだけども、ここを XY 原点を設定っていうところを選んで、この設定をします。はい、これで今ここの座標が00になったから XY の原点が00になって、で次に Z 軸がまだちょっと変な値になってるから、それを、合わせるんだけども、便利な機能がついてて、まずここのセンサーを使って原点の設定というのを選びます。でその後に、まあ、どっちでもいいんですけど一回蓋開けて、この真鍮のやつを刃の真下に持ってきてください。そう、聴診器みたいにペタッと置くんだけど、これがね、で置いたら、まあ、蓋閉めます。で原理としては刃に電気が通ってます。で下の真鍮にも電気が通ってます。でそーっと降りてって刃がちょっと触れると電気が触れるから、まあ、スイッチが入ったってことになって、それであここだここだって分かるんですね。で検出ボタンを押してみてください。続行。そうするとだんだんこの刃がセンサーに向かって真下に降りてきます。で3回ぐらい触れるんだけど、これで Z 軸が今どこにいるかっていうのが分かりました。そしたらまた開けてセンサーを元のところに戻してください。でこれで原点合わせができた。でこのアプリケーションは今原点合わせをするためのアプリケーションね。なのでこれを閉じてください。で次はスタートからナスカ編集マシニング用っていうのを起動して、なんかテキストエディターみたいなのを開くんですが、それで開くボタンで、で今デスクトップにいるんだけど、デスクトップのサイド D.DNC っていうのを選んでください。はい、で、これ
僕がうちで作ってきたあのこれのデータです。でこれをこいつに転送してあげると削り始めるんだけども、転送の仕方、通信ってところからナスか GR っていうのを選んでください。そうするとまた変なテキストファイルみたいなの開いて、でこれで開くボタン、入力ファイルの選択か、でさっきのファイルを選んでください。デスクトップの、そうそうそう、開くで、あのその変換するんだけども、変換したやつを保存するっていうのを、まあ適当な名前をつけて保存してください。適当に名前つけて、したら、まあさっきのファイルを読み込んで、出力するっていうのもできたんですが、ちょっとこの辺のね、まだやり方が分かってなくて、なんか二度手間っぽいからもうちょっと改善すると思うんですが、とりあえずこれで、ナスカ GR っていうのがこいつと通信するソフトです。そしたらこの再生ボタンを押してください。そうするとですね、あの G コードっていうのがいろんな種類があって、で僕が家で作ってきた変換ソフトで変換したやつだと、あのコメントにカッコがつく感じになってるんですが、この対応してませんっていうのが出ます。だからそれを OK するとまた出てくるんだけど、まあ OKOK と、あ、そうそうそう、 OK、 そうするとまあとりあえず解析終了しましたと。もうコメントが対応してないけど無視することにして、終了しました。で OK を押すと通信を開始します、よろしいですかってなるので、はい、そうするとこいつの刃が回り始めて掘り始めます。でこれで待てばいいです。で結構時間かかるんで、そうだね、誰も使ってない時を狙うとか、例えば放課後空いてたら、ここになんか張り紙かなんかして切削中とか、あとできた堀尾さんとかに一声かけとくと電源切られないで済むと思うん でちょっとね、見てもらうと分かるんですが、さっき途中まで削りかけた位置とちょっとずれてるんですが、さっきのジョイスティックで、原点合わせをした位置がちょっと奥になってるのかな。でなんかやべえ間違ったっていうのがあると思います。例えばさっきみたいにこういうふうに原点がずれてるみたいにしたら、とりあえず開ければ止まるんで、まあ間違ったとしましょう。これで、まあ、開けます。そうすると刃の回転も止まるし、まあ、X 軸 Y 軸も止まります。で元に戻しても戻んないのかな、戻んないか分かんなくなっちゃった。まあまあ、止まるんで、一回やり直しましょうかね。そしたら、まあ、それもソフトの方も、終了しちゃってください。あ、それ、あ、はい、あ、それはいいです。そしたらまた電源を入れて。で物が手前に出てくるんで、このビューを解除します。そしたらさっきの、MDX40 原点合わせのソフトを起動します、はい、でまあそこから最初からやると、ABS だとあんまり危険じゃないから、こうやってパカッて開けるのはないと思いますけど、金属とかだともう暴れ出して多分この中でカッ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 って鳴る可能性もあって、
もう本当危険だと思ったらこれを押す。パコって。そうするともう完全に止まります。で、復帰するときは回せばいいんだけど、そうだね。一応あんまり危険そうにないけど、刃が回ってるし、あの物が飛び出してくることもあったりするので、素材によってはあの十分気をつけてください。